私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は報道で国別オミクロンの収束予測が出たのでそれを紹介します。そしてワクチンが効いているのかブースター接種が必要かについても考えてみたいと思います。このビデオの用紙は日経の報道で外国でオミクロンが収束してきたという報道がありました。なぜオミクロンが収束したのか を考えますしワクチンが効果あるのかどうかも考えてみましょうそして酸化ストレスを下げて免疫を上げるとコロナやウイルス感染に打ち勝つことができると私は考えていますさてこれは日経新聞の1月23日の報道ですオミクロンピーク超えに1ヶ月南アフリカやイギリスと書いてありますそしてこの感染のピークのグラフが書いてあるんですが パリとニューヨークと南アフリカの、これはハウテン州という場所ですね。同じようなパターンの上がり方をして、同じように下がっていってるということなんですね。そして、その収束までにかかる期間を見てみると、だいたい30日ぐらいではないかというふうに報道されています。一方、日本のブースター接種の実施率は1.5%と、 イギリスやフランス、米国を下回るということで接種ペースがなかなか上がっていないというのが現状だと書いてあります確かにブースターの接種は日本は遅れているんですがでは南アフリカはオミクロンのパンデミックが収束しているんですが南アフリカのワクチンの接種率を見てみましょうこれは必要回数のワクチン接種が完了した割合これは二回ですね それが27.6%ということで収束をしたのは別にワクチンが効いているからではなさそうに見えますさてもう一つの報道を見てみましょう NHK の1月18日の報道ですイスラエル4回目接種オミクロン株感染防止効果は不十分か という報道で、えー、ファイザーのワクチンを3回接種した人を2グループに分けて、1つのグループはファイザーを、もう1グループにはモデルナを追加接種しましたと。えー、いずれのグループでも抗体の増加が確認され、3回目の接種の後よりも多かったということです。しかし、 4回接種した人の中からはすでに感染者が出ているということなので、専門家はですね、オミクロン株に対しては感染を防ぐ十分な効果を得られない可能性があると指摘しているそうです。さて、こちらは以前も出しましたが EU の医薬品規制当局のマルコ・カバレリ氏ですが、ブースター接種に関しては一度や二度ならともかく何度も繰り返すべきと考えるものではないと指摘しているそうです。 コロナウイルスに感染すると、ここに書いてある ROS、酸化ストレスが増えて、免疫の暴走、サイトカインストームが起こって重症化するということが知られています。ですから、酸化ストレスを下げるのは非常に重要なんですね。酸化ストレスを下げるには、炎症、酸化ストレス上昇のイベントを避ける。 禁煙大量のお酒を飲まない、肥満糖尿病のある方は糖質制限をする、十分な睡眠をとり、精神的ストレスを下げる、体温を与えるというのも、この冬場はいいと思います。エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も効果があると私は考えています。現在、新型コロナ感染後の後遺症、ワクチン副反応の症状に悩む方々へ、私の開発した抗酸化配合剤の無償供与を行っており、3月末まで期間延長しています。 該当される方はこの URL から申し込んでください。抗酸化研究室についての情報です。